今回はアドバンテージさんのアルミ単造から今度はマグネシウムで、ホイールの幅も違うんで、フロントの幅も 3.5 でリアを5インチにしたのかな。そうで、タイヤサイズをフロントが110だったのを120にして、はいはい、リアを150を160にしてっていうんで太くした、まあ、そんなにじゃあビッグチェンジはないと。ビッグチェンジはなかったんだけど、結果ね、走ってみた感じちょっとフロントが、そうね、この走行に関しては合わせきれなかった。もうちょっと空気圧を前後させてみたり、うん、フロントのセット変えてみたらもうちょっと使えたのかもしれないんだけど、良くなるかなと俺も思ってたんだけども、単純に鉄から返ってきた言葉は安心感がない、うん、フロントの接地感の安心感がない、まあ、タイヤがね、当然、まあ、ホイールの幅太くなってるからそんなにはなんないんだけど、はい、走って終わったタイヤ見れば分かったんだけど、まあ、端まで使えてない、うん、イコールタイヤがね、太くなったんじゃなくて、ね、とんがっちゃってて、はいはいはい、ちょっとフロントを握り込んでいけない、うん、1本目の1コーナーのあの、さすが世界を走るライダーはブレーキの位置が違うねっていうのを結構こう見てるレース関係者の人たちもいたんで、はいはいはい、やっぱやべえなっていうのが2本目に関してはちょっと減っちゃった一般人に戻ってきた、うん、一般人に、いやでもね、一般人に戻ってなかったんだよそれはそれで新たな発見として、まあ奥だからね、2本目だって NSR で右足出してたじゃん、出してた、この、そこのタイヤの時、安心感ないか、そうだ、それがね、 NSR の2サイクルで、あの今の現代のブレーキングでの足出しをしてるのを見て、なんかちょっとだけ感動したでまあ鉄に聞いて、あの、ね、握り込んでいけないから向き変えられないからリアを出すしかないって言われた時に、器用でいいなそうね、結構流れてましたもんね、結構流れてた、ね、ちょっと NSR であんなにリア流れて侵入していくのはね、なんだろうね正直に褒めると褒めたくないんだけどちょっと新しくてかっこよかったね、意外と器用だった、そう、ね、でコメントを聞いてなおのこと、ああ大ボタンになったんだ昔だったらね、そのままそのままいけないけど攻めていくしゃ、そう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 ね、ね、周回を回すごとに気持ちは上がってしちゃうからね、そう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 、その場合は肩に全て出るからね、そうそう、ここで何とかしよう、そうそうそう、ストレートをこうピーン、あーやばいぞあの感じ力が入ってます、あるあるね、この週タイムを出しますっていう気だけど大抵転ぶんだよね、そう大抵転んでるね、一番ここからっていうところで、ね、そう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 、
この走行はでもこの走行はタイム上がったんだね一気にね。そうですね。さらに2秒のお尻まで入ってる。はい。じゃあ見てみますか。見てみますか。あ、若干逆半切ってんの見えるね。出てるわ。これは言葉では言い表せないからな。こうやりましょうっていうのは。そう。分かるなら教えてもらいたいぐらいなんで。でもイメージとしてはこの1部屋2部屋に関しては、うん、カントがついてるんで、筑波の、うんうん、そのカントに当てて止めるようなイメージなんですよね、うんうん、ブレーキして止めるんじゃなくてあこう寝かして当てて止めるイメージ持つとちょっと分かりやすいかな。そう、みんな結構筑波まあまあ走る人たちは当てて止めるって言うけど、そうそうそう、まあ、君の言うのはさらにまた入れるような話なのかな。ね。でピットインする大型車となかなか抜けない感じですね。一回離れて、そうもう一回。まあでも突き切る必要ないからね。うんうん、スピードを乗せる方がいいんだから。あっという間、あのね、突き切る選手はあっという間すぎる。あっという間だね。あのね、喋る時間がない。ないね、バイクは特にないね。とにかくね、筑波は短いけど、まあでも一番タイム詰めるとしたら最終コーナーか。そうだね。ね、俺走ると遅いけど、あ君たちの面倒見てる時はね、偉そうにね、筑波、はいはい、タイム出すの最終以外にないだろう。そうね。あとはもう一周つなげるのは当然のこととして、そうどこを頑張んなきゃ、一番頑張んなきゃいけないって最終を頑張んなきゃいけない、ね、で最終コーナーは実際ラインはそこまで気にしなくてもいいんですよね。そのブレーキ入るタイミングだけ掴んじゃうと、そこから先は自動的にその寝かしてるバンク角とバイクの旋回性で R が決まるから、うん、なるべくそこをスピード上げたまんまその出口につなげられるっていうのだけ意識しとけば、そこのラインは例えばアウトに行こうがインキープしてようが、うん、スピードだけ残ってれば別にそんなに気にしなくていいんじゃないか。それが難しいんだよ。そうだからそのためにセッティングをそこに合わせてあげた方が、うん、やっぱ筑波ってブレーキが強いじゃないですか、うんうん、だからブレーキに合わせちゃうとやっぱ最終きつくなるんで、うん、ブレーキを少し妥協してでも最終コーナーに合わせてあげた方が、まあね、あと君たちみたいな速いライダーとの違いはもう寝かし込む速度が違うからね、はいはいはい、ここのパターンがとにかく違うんだ。パターンがはいはいはい、はい、まあ、俺が意識してるのは結構ハンドル、うん、例えば筑波の最終右コーナーじゃない、うん、だからハンドルをこうちょっと振るじゃないですか、うん、振った瞬間にハンドルを逆方向に切るんですよ。ちょっと逆走だってやつだね。そう、うん、するとバイクが反対に寝ようとするじゃないですか、うんうん、それを使って軽くなった瞬間にもう入れちゃう。これが難しいんですよ。なかなか難しいんだよこれ。でも本当にね、一番違うのは本当そこの寝かし込むこのバンキングの速度が違うから。あとはまあでも安心感がないとできないですけどね、うん、そのブレーキだったりだとかタイヤ、そのバイクに対する安心感がないとそれやってもシャーってやったし、うん、この時は転んじゃう。まずその安心感をどうやって出すのか、うん、はやっぱこの名メカニックがね持ってますから。だからね、でもこれお互いが分かってる状態でやらないと、そこが安心感の寝かし込み安心感あるバイクを与えても、そこを意識しないで乗られちゃうと分からないし、逆に乗りづらくなっちゃう、逆にそこをやりたいのに何もそこを伝えてくれずにただバイクの挙動がって言われちゃうと、まだそれもそれで難しいところで。確かに。やっぱね、タイム出すのに何が重要かってね、やっぱコーナーってブレーキから始まるんで、ブレーキの存在を無視してその後のを何かして速くしようっていうのはものすごく無理な話だから、もう若いライダーにね、僕らが育成で教える時もブレーキは何の動作から始まるって、まあ、ブレーキングから始まるんで、そのブレーキングをまずその頂点を知ってるんだったら、その頂点目指さ、速い人を目指してブレーキ同じところでブレーキしてったりしないと、その後どんなにねアクセル開けるの速くしようが、うん、ね、バンクするバンク角を深くしようが曲がらないんだよね。
まあ、基本的にはブレーキはものすごく重要、まあ、そのライダーの仕事ですよね、うん、バイクを走らせるための仕事としていかに短い時間でブレーキを終わらせられるか、うん、やっぱ一番無駄な時間じゃないですかブレーキって、うんうん、そこをいかに短い時間で終わらせて旋回に入れるか、うん、でなんなら今の世界のトレンドで言うとそのブレーキをしながらもう向きを変え始めてるのがリアを流すだとか、うんうん、そういうのにつながってくるんで、まあでもこれはねレーサーレーサーっていうか本当にあの MotoGP とか上の方になっちゃうんで、うんうん、まあ筑波だけっていうかこういうねストリートユースのバイクで走るんであれば、まあ、なるべくその安心感をそうですね、少しずつ追っかけてってバイク含めね、うん、こうやってブレーキ変えたりだサスペンション合わせたりだあれでだいぶ違う違うタイヤもそうだしねそうやっぱそこはね安心感がないとそうねどうにもならない部分だからねさすがにどのまででこのタイムはいけないとは思う ねそうでこの走行の時にフロントはまあ110の方の方がしっかり握っていけて接地感があって安心感があるってことなんで、はい、フロントだけアルミ単造のホイールの方に戻してタイヤサイズ110に戻すのかな、はい、レアは特にあのすごく良いと思うすごくダメともなく、まあ、さっきのそんなに違いは分からない、まあ、リアだけ履き替えたりしてないんでそうなんですよね、うん、全部変えちゃってちょっと分かりづらい今回は次の走行に関してはフロントだけ変えてでなおかつちょっとやっぱりギアがね ノーマルの NSR のファイナルギアのままなんで、うんまあ、もうちょっとロングに振るかショートに振るかっつってじゃあショートの方がいいや良さそうだねっていうんで次の走行でショートにしたんだね、はい、そうですねそのこの走行までが1539ってファイナルで次を1541にしたんですねはいはいはいそうっていうわけで3本目の走行に移っていくという感じになってきます